はい、どうも、かだやんでございます。今回ですね、こちらの作品でございます。こちら、魔女と野獣というね、作品でございまして、この1、2ヶ月前ぐらいからね、この作品を読んで、やっぱめちゃくちゃ面白かったということでしてね、まあ、前回はラグナクリムゾンになりましたが、まあ、それに匹敵するぐらい本当面白かった作品ということでして、今回はね、この作品をちょっとね、紹介がてらレビューしたいかなというふうに思います。内容の方がですね、まあ、この世界で、まあ、力関係において頂上に君臨する種族がいまして、それが魔女なんですよね。まあ、タイトルにもなってはいますけども、まあ、魔女にもいろんなね、種族がいるんですが、まあ、数々の魔女事件に、まあ、関わっていく、そしてあの魔女っていうところが、関わる案件に、どんどんね、参加していくというか、それを対処していくっていうのが、このね、表紙に映ってる主要人物の二人で、女の方がギトって言ってね、男の方がアシャフというんですけども、まあ、それで二人はね、魔術による魔術のための、魔術の、教団ということで、魔教教団というね、組織に、まあ、属しているんですが、まあ、その組織の依頼をね、こなすっていう形で、まあ、大体の依頼がね、魔女に関する依頼、っていう風な形にはなっていまして、魔女っていうところのね、まあパワー、圧倒的パワーっていうところも、まあ魔女の特徴などもそれぞれ見られながらも、やっぱりね、まあ他のキャラクター、他のまあ警察とか、あるいは魔術師とかとは比べるものにならないくらいの、力っていうのを発揮していて、まあそういったところの圧倒的、画力っていうところでも、まあ魅了されるところももちろんあるんですが、様々な案件がほとんど魔女に関わる部分ではあるんですけども、まあこの魔女と対面するとか、あるいはまあ魔女を倒せば終わりっていう風な、そんなあからさまなストーリーではないというところが、この作品のすごいところでありまして、もう一つ一つのシナリオがね、やっぱ秀逸なんですよね、ストーリーとか展開というか、シナリオ構成というところが。いや、まあなんかやっぱそこら辺が、まあこういう事件がありましたっていう風に認識づけられて、普通だったら、まあ大体こういうやつが犯人なんだろうなっていう想像を覆していく、驚きの連続と言いますかね。すでに、まあサスペンス要素というところでも、いやー、まあなかなかのね、シナリオを作り上げてるっていうところが、それが毎回魔女っていうところが関わっていっても、そのシリーズごとの面白さっていうところが本当ね、多種多様っていう風に、本当バリエーションが豊富なんですよね、シナリオ構成においても。そこら辺がね、本当この作品が僕が思うね、一番本当すごいところというか、まあこれがあってこその、この作品のね、まあ輝く部分というか、まあ一番光る部分はやっぱり、シナリオのうまさね、ゲームのね、うまさっていうところがめちゃくちゃ光るんじゃないかなというふうに個人的には思うんですよね。真相を突き止めていく上でも、まあもちろんそのね、誰かが例えば事件が起こって、殺人事件が起こって、それの犯人を突き止めたからそれで終わりってわけでもなくて、もちろん相手が魔女だったりとか、それね、魔女に関わる何かっていうところが敵になっても、もちろんそのバトル展開っていうふうな形にもシンプルにそういうふうに移行していってはいるんですけども、まあそれもね、やっぱりこっちも切り札があるから、まだまだね、その真相にたどり着く前に切り札を使えないっていうか、どこで使えばいいのかっていう、その適材適所で、まあ自分たちのね、切り札を使うっていうところも、それもやっぱシナリオにほんと直結していく部分だなと思ってまして、そこら辺もね、やっぱり最初はこういう切り札があるんだよって知らない人でも、もちろんそこはそこで初めて知った時の驚きとかもあるんですが、まあ後からね、まあこういう能力を持ってるから大丈夫だろって思いつつも、まあやっぱそれがね、どこで使えるのかっていうところが、やっぱ肝心なところかなと思いますし、それをね、やっぱシナリオから見せていって、実は真相にたどり着いたところで、やっぱピンチに陥った部分ももちろんありますし、まあここぞってところで、しっかりとね、切り札を使えるっていうのが、それはもう後出しじゃんけんとかじゃなくて、やっぱりきっちりとね、まあ、シナリオあってこそのこの切り札っていうのが、まあ、すごくね、役立つっていう風な形にもなってるから、こういったところもね、本当うまいところというか、うん、なんかやっぱ初期設定だけでどうこうしていくのってすごく難しいというかね、まあ、一つの能力とかそういったところだけで、やっぱ、どんどんね、やっぱその飽きないようにというかね、まあワンパターンにならんようにっていうところも難しいところだと思うんですけども、それをね、やっぱ うまいシナリオと、そしてそのシナリオに、結びつく上での切り札のね、使いどころっていうところが、
いや、これもね、本当ね、本当ここでしかないかなっていう風な理屈もしっかりしてるんじゃないかなと思うんでね、やっぱシナリオのうまさが、このね、キャラクターたちの能力にも、直結していくっていうのはね、それもね、僕が個人的にも、やっぱ、うなされたというかね、圧倒された部分かなというふうには思いましたね。でもやっぱりダークファンタジーならではってところでも、まあこのね、主要人物の二人もそうですし、まあ魔教教団に属するメンバーっていうのも、まだそこまでね、キャラクター出てきてるわけじゃないんですが、やっぱそういうメンツとか見てもね、もう見た目から善人じゃないっていうのが、もうなんか依頼とか見ても確かに人助けみたいなところもあるし、まあほんと探偵がやるようなね、まあなんか犬の散歩って、そういう犬の散歩があるわけじゃないけど、そういう小遣い稼ぎみたいなね、まあそういう大したことない仕事とかも見られたりはするんですが、キャラクターそれぞれの、やっぱ能力の特徴などとかを見ても、まあやっぱこういう奴らがね、悪が悪を制するみたいな、そういったところもね、やっぱ個人的には本当たまらない部分かなと思うんですよね。それがむしろダークファンタジーなんじゃないかなっていうか、もうこれぞダークファンタジーと言いたくなるような、なるようなところが、そのキャラクターのね、見た目、そして振る舞い、そしてそれぞれの特徴、能力など、そういったところもね、やっぱりね、やっぱその善人とはかけ離れたっていうところの、まあ考えとか思考とかにもね、ほんと繋がってく部分でもありますから、もともとがやっぱりね、依頼があるから受けるってぐらいで、それが人助けだからっていうところは、まあおそらくね、そこまでの考えにまで至ってないと思うんですよね、キャラクターたち見ても。まあほんと企業理念っていうところに、そういうところにしっかりと目を向けてるから、まあ依頼が来たからただこなすってぐらいの、そういう仕事的な感覚っていうのもあるし、まあ、もちろんそれのね、個人のね、エゴっていうところも、そういったところがむしろ強く見れるところの方が印象に残ったりもするんで、こういうキャラクターならではっていうかね、こういう世界観ならではっていうところも、まあ、僕としてもね、こういうヒーローっていう、そういう、まあ、ちょっとね、ヒーロー像っていうところに値しないキャラクターでもカリスマ性を誇ってるっていうのは、すごくね、やっぱ魅力的な部分かなと思うんですよね。やっぱキャラクターだけ見ても、そういったところと、やっぱ組織っていうところが連なっていって、そしてね、その依頼っていうところでも、まあやっぱりキャラクターのね、持ち味が発揮するっていうところでも、まあすごくね、やっぱりキャラクターだけ見ても本当面白いキャラクターばっかりかなと思いますし、そういう部分でもやっぱいろんな組織がね、もちろんこの魔教教団以外の組織とかも絡まってくるんですが、そういったところと直面すると、まあどういうふうなね、対処をするのかっていうのもすごく見どころあるかなと思いますんでね、まあシナリオだけが狙ってるわけじゃなくて、やっぱりね、キャラクターに目を通してもね、やっぱそういうダークヒーロー、ダークファンタジーにふさわしいキャラクターっていうところも起用されてるんじゃないかなというふうには思いますね。やっぱダークファンタジーっていうところはキャラクターだけじゃなくてね、まあ、シナリオもほんとね、残酷な結末とかっていうところもまあ見られるかなっていうかね、そういう過去とかまあビジョンっていうところもしっかりとね、やっぱり闇というかあんまり暗い感覚というかね、暗いイメージの話とかも見られますし、そしてまあ世界観とかね、そういう能力を使った時のもう圧倒的画力、一級品の画力っていうところも、それもね、やっぱりね、世界観とかもやっぱりダークファンタジーっぽいかなというふうに、まああくまでそこは感覚的なところなんで、まあそこに関してはね、画力に関してはちょっとね、見ていただかないとわからない部分かなと思うんですが、まあ超一級品っていうところでもね、画力もね、やっぱりもう冴え渡ってますね。まあ一番目立つのは多分そこなのかもしれませんが、シナリオ、キャラクター、まあそしてね、まあこのダークファンタジーっていう名の世界観、画力っていうところ、もうこれね、すべて、詰め込まれてる作品と言ってもいいと思いますね。まあ個人的にはまあ、ラグナクリムゾンも、今年のベストと言いましたが、まあこれもね、僕の中でもベストに入ってきそうな作品かなというふうには思いますんでね。まあ結構ね、4巻でもなんか売れてるらしいんで、それもそれでね、まあ僕もこのタイミングで買っといてよかったなというふうに思うんですが、まあ、気になった方はね、まあこれぞ、正真正銘のダークファンタジー、至極のダークファンタジーと言いたくなる作品だと思います。ぜひともね、読んでいただきたいかなというふうに思います。はい、ということでね、今回はですね、こちらの魔女と野獣、全4巻ですね。今のところ期間4巻ということになりますが、ちょっとね、これめちゃくちゃ面白かったんでね、今回紹介させていただきましたが、まあこの2ヶ月の間、まだまだね、ちょっと紹介したい作品とかもあるし、まあ買ってきたから、まあ紹介するとかじゃなくてね、まあ以前からちょっとね、やっぱり面白いと思ってる作品は、
まあちょっとね、何かしらの形でね、まあ個別の紹介なりやっていきたいかなと思うんでね、まあ今後もちょっとね、自分に気に入った作品だけ、まあちょっとそれはね、あくまで個人的思考でしかないですが、気に入った作品はね、どんどん紹介していきたいかなというふうに思います。まあ僕もちょっと雑食っていうかね、なんかちょっと人気とか、まあ人気なのはね、ちょっと、まあ結構チェックしようかなというふうな感じでもあるんですけども、まあジャケ買いとかね、まあそういう感覚で結構雑食っていうふうな感じでね、まあちょっとね、まあ買ってみようっていう感覚で買うやつばっかりではあるんで、一巻とかの作品も増えたりもしますし、まあなんかね、やっぱり一作品だけとかじゃなくてね、まあやっぱり昔とかもね、なんか何らかの形で、まとめて紹介とかもしてたんでね、まあ最近買ったやつはどっかでね、まあ全部紹介しようかなと思うんですが、まあちょっとね、そういったところも考えながらですね、まあ漫画は、これからも漫画の紹介もちろんやっていこうと思いますが、まあ本当に一つだけ、一作品だけっていう個別のレビューだけじゃなくてね、もっといろいろ考えながらね、動画投稿していこうかなというふうに思います。本日もご視聴誠にありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローの方もどうぞよろしくお願いいたします。それでは、バーイ。